九州をゆっくりと横断し、今夜から明日にかけて山陰地方に最も近づくとみられている台風10号。この影響で午後を中心に山陰地方でも雨が強まり、午後3時半の松江市では先ほどから雨風ともに徐々に強さを増してきています。午後4時までの24時間降水量は島根県津和野で 94.5 ミリ、益田で 67.5 ミリ、松江で35ミリなどと局地的にまとまった雨が降りました。台風10号は時速15キロと自転車並みのスピードで移動。そんなノロノロ台風に困惑していたのが、最後の週末にかけてキャンセルが増えたので、売上的にも結構打撃を受けて寂しい状況です、はい、松江市の玉造温泉にある旅館です。夏休み最後の1週間はほぼ満室の予約状況でしたが、今回の台風で一変、今月25日頃から全体の8割となる合わせて130人の宿泊がキャンセルになったというのです。そのため温泉街の通りも閑散とした状態に。チェックインの時間帯となりましたが、通りにほとんど人の姿が見られません。台風がゆっくりと進んでいるため、今後のキャンセルの見通しもなかなか立たないといいます。今回の台風が何と言いますか、進路も決まらなかったので、お客様自身も決めかねたと思います、はい、また堺港市の堺漁港を訪ねてみると、皆さん関係者さんの皆さんの安全第一で中止とさせていただきました。まだ予断許さない状況ですので、何も被害がなければいいなと思っております。秋の訪れを告げる日本海の味覚ベニズワイガニ、あさっての漁解禁を前に明日出漁式が行われる予定でしたが、台風の影響で中止となりました。堺港を拠点にベニズワイガニ漁に出漁する漁船は10隻ありますが、それぞれの漁船が台風の進路状況を見て判断し出漁するということです。さらに台風の影響はこんなところにも。先月の大雨で県道が崩落した出雲市の日の岬地区、仮設道路で緊急車両や住民の車のみ通行が許されていましたが、日の岬地区の仮設迂回道路、台風10号の影響で大雨が見込まれるため今晩から通行禁止となります。二次被害が出ることを防ぐため、迂回路を今日午後9時から明日の朝7時まで計画的に全面通行止めとします。ただ雨量が増えると通行止めが長引く場合もあるため、住民からは不安の声が聞こえました。買い物から帰ったとこ、準備のために今夜あたりからすごいみたいに言われてたんで、買ってしまっとかなあれだなって、もしここが大変になったと止められるとまた出られないんで、